林と伊沢常務のどちらかが福良と繋がっている。はい、どうも、ケンシの伊沢です。ナイスガイ、ナイスガイです。ナイスです。本日は、はい、よやられたらやり返す倍返しシャウト。倍返しシャウト。大人気ドラマ半沢直樹をモチーフにしたクイズをお願いしました。半沢直樹クイズだ今日。はい、乗ったね。まずはこちらをご覧ください。お題のワードは一部を倍にすることで言葉が出来上がるようになっております。今回だとこの関数字の5というのが2つありますが、これをそれぞれ10すると十人十色という四字熟語になります。なるほどね。倍にした言葉を最も早く言い返すことができた人が倍返し成功と。倍返し成功、はい、全部で7問やりまして、はい、最も倍返しした回数が多い人が優勝。倍返しって何を返すんだ。常務に返していかなきゃいけないわけだ、はい、あ、なるほどね。やられたらやり返す倍返しだというのと同時に表示しますんで。タイミング悪いな。そのタイミングいまじゃない見てないでしょ。見てない。なんかあれでしょ、倍返しするんだ。世間より認識のレベルが甘い。断片的な知識。綺麗を詫びろ。いや、わかんない。詫びろ、詫びろ、詫びろ。どうですか、やろう。それでは、参りましょう。はい、やられたらやり返す倍返しだ。正解。何を倍返ししました。5000兆を倍返しで計に出しました。はい、そっか、2倍にしかならんのか。これ感じかと。やり返す倍返しなんだ。東京セントラル証券の1000の部分かと。出向先だったわ。ちょっと分かんないんだけどね。はい、まあまあまあ、こういう感じですよ。はい、逃げ出させられるのを嫌がる人バニルイス。よっしゃ、続いての問題。やられたらやり返す毎回やんの。倍返した。ネットワーク。伊沢さん正解ですね。まあほぼ同じだったけど。お、し、な、い、で、あー半沢切れこう。もし切れれば半沢になる。まあ正当なやつだけど。林と伊沢常務のどちらかが福良と繋がってそんなことないよ。あの1という文字は数字の1を示しているから倍にすると2だ。ネットワークだよ。もういいけど誰かもよくない。半沢の真似をしたいんだったら口を「い」の形にして喋り続けるということは分かっている。単語を等間隔で叫べばいい。相変わらずもう真似がうまい。結構いろんなこと言ってる。深いぞ。結構深い。帝国航空の闇ぐらい深いね。私も勝ちだ。はい、それでは続いて第3問いきましょう。ちなみに倍返しだの言い方俺合ってるの。いや、わからん。そっから。じゃあ次にやりましょう。やられたらやり返す倍返しだ。締め縄今は使えてない。よし、よし。縄のところと数字だなっていうので締め縄って言ってたんだけど、どんな感じだったかはっきりと思い出した。あ、そうなんだ。七五三になるんでしょうか。そうです。なんで正解した人はそんな探り探るの。どいつもこいつも自己満足になるよ。東京中央銀行に出向を命じる。戻ってきたな、アルザ。まあ、言えばいいと思ってそこは。お前今伊沢さんは体調が悪いんですか。今伊沢さんが喋っているだろう。取られたら取り返す。それでは続いて参りましょう。やられたらやり返す倍返しだ。はい、あ、間違えた。銀世界。正解。あー、分かってない。スパハーンは何も。サファビー町の首都、世界の半分って言われるぐらいの繁栄ぶりだった。あー、なるほどな。伊沢藩が世界の半分なんで、伊沢藩を2倍にすると世界になるんですね。半沢の名台詞って勝ってるやつが言ってるから勝たないと言えない。頭逆込みだ。これはあの、カイジのね。利根川城。なんか聞いたことあると思ったら利根川城。ゴミだと申し上げているのです。やべえ、点が取れてない。頑張ろう。2点、1点、1点だよ。よし、それではいきます。やられたらやりたいです倍返した。うわ、やめて。
ラニアゼゼル倍にしてください。倍返して。いや、やられてるよ、やられてるよ。やり返して。知らないがいい。わけわからんすぎる。いや、ちょっと待って、ちょっと待って待って、これさ、変わるんだっけ。ちょっとさ、いや、違う。くそ、待って、カーディガン。正解。やったー。全部ローマ数字やつ、うん、はい、L の50を C の100にするな。 II の部分を4にするから IV になる。 XXV が25だからこれで50になって L になる。はい、6文字変えてんの。多すぎ。おめでとう、マーキー。これがいいじゃん。変えるべきとこだけ分かって何に変えるんだっけっていう。あー、2番。まだ来た。みんなの発言でマス字を淡々とやっていけばいいなって分かるから、ヒントを受けて俺がちゃんとこう答えられたって感じですね。だから施されたら施しがいです。おんがやしおーあんた第6問ですね。やられたらやりたいです。倍返した貸し学区。さあ、あの部分倍にしてください。どこだどこだ。とりあえず半沢っぽい顔するか。3文字の言葉がね、増えてますからね。カジリスク。正解。ザー、負けたらゴミだ。孔子の逸話に基づいた年齢を指す言葉というものがあります。地学15。15を倍にすると、そう、30を表すのは自立。30って立つだから、だからかじりつく。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 滋賀って2倍になったら今日どうなるから。どうでよー。この問題で、おしまい。倍返しできるのが最後ですからね。得点は何倍返し。逆転チャンス欲しい。やめろ、あんたは。あ、逆転する。あ、ほんとだ。確かに。得点の命より重い。100倍返しできる。よし、頑張ります。さあ、お前だけは100倍返しだ。それでは参りましょう。やられたらやりたい。倍返した。マジか。50、まあ、米編の5の字、5章、5、18丁。はい、ポンド丁。違い。あ、違うか。あ、みんな計算してますね。5章ってどれぐらいなの？最初の方に。超大。あ、いや、分かった気がするな。向井おさむさん。違います。あー、そういうこと。皆さんのことがどんどんヒントを施されたら施します。おむんがりしたやろ。そこは間違ってないと思うんだけど、最後はやっぱそれでよくて、18丁が砂糖みたいなことなの。それではまさか君たちのヒントをたどると合体感じしなきゃいけない。米銀ってセンチだろ。これセンチメートルというだよな、ね、センチだよな。ああ、ほら50センチメートルという感じです。うん、なるほど。料理。正解。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画も見てくださいね。はい、これはどう倍返ししました？センチメートルってずっとピンときてなくて、そこを一気にメートルで米になって、うん、5升を倍にしたら1トンになるのかな。はい、18丁っていうのは砂糖とかになるんですか？そうですね、1里4キロの。あ、36丁で1里。これが私の100倍返し。分けてください、お願いします。はい、すいませんでした。すいませんでしたの前に愛って言ってベストみたいになっちゃうところが再現した。おー、すいません。ということで2点、3点、101点で、はい、最初の優勝。すっげー疲れました。
返しクイズやってきました。なんかクイズ自体は非常に奥深い。いいクイズ、いいクイズだと思うけど。いいクイズとしょうもないパロネタ。皆さんもですね、ドラゴンの行く末、そして帝国航空と東京地方銀行がどうなるのか、半沢の最後の倍返しはどうなるのかというのをですね、注目して見ていただければと思います。そしてチャンネル登録、高評価、まだ高評価お願いします。よろしくお願いします。通知もオンにする。通知オン。